昨夜やっと思い出せたんだ。ほんのひとかけらだけど、力を得る前の記憶を。あれがもし本当なら、僕は今まで全部思い違いしてたことになる。君が僕を巻き込んだんじゃない。もしかしたら僕の方こそが君を。知らないわ。それこそ思い過ごしじゃない。その話私も興味あるわね。クレア、悪いけど調べさせてもらったわ。周一、あんたには多分忘れている過去のつながりがある。二人ともこれに見覚えは？ダメ、周一くん。それ以上思い出してはダメだ。もう二度と奪わせない。これお願い、あんたは逃げて。早く中に。君の優しさに守られて、縛られて、真実から遠ざけられたままでいるのはもう嫌だ。昨夜からずっと考えてた。もしかしたらあれも何らかの手段で私を守ろうと。ひどいことしてるのは私だって分かってる。言い訳するつもりはないわ。全て覚悟の上で、私はあの時ごめんね周一君。力を得たことも何もかも忘れて、あなたは普通に生きて、あとは私とナオトが。記憶の中と同じだ。君からはクレアとそっくりな悲しそうな匂いがする。もう泣かないでいいんだ。君たちが全て背負い込もうとしなくていい。僕は空っぽの怪物だ。でも空っぽだから。こうして私と一つになれた。私の居場所になってくれた。空っぽのあんたの中に入ることで、私の心も空っぽじゃなくなったの。行くよクレア。Yeah.